はい、今アクアで郊外の一般道を滑らかに走っているところです。ちょっと画面では分かりにくいかもしれませんけれども、コンパクトカーという言葉から想像するよりはるかに滑らかな走行感覚です。このエンジンとモーターが滑らかなのもそうですし、乗り心地もそうです。そこで、ちょっと思い出していただきたいのはホイールベース 2550mm という数字なんですね。これ、トヨタの大衆車の代表として有名なビッツよりちょっと長いんです。全長もちょっとだけ長いんですが、実はこのプラットフォーム、まあ、床とか足回りですね、はほとんどビッツから受け継いで発展したものなんです。そのビッツは現行型が非常に小型車らしからの重厚な乗り心地で有名なんですね。その良さを非常によく受け継いで、なおかつビッツより重心が低い。なぜかというと、重いバッテリーを床下に積んでるんで、その分、重心が下がってるわけですね。この私の右手、ステアリングスイッチの右上のディスプレイっていうボタンを押します。そうすると、このダッシュボードの真ん中のいろんな画面が変わります。今燃費のグラフですね、はい、これはエコジャッジと言います。私がどれだけエコな運転ができているか採点してくれるもので、あのカラオケの自動採点モードと同じですね。まあ、結構今成績いいんでちょっと自慢ですね。でここで今出てきましたエコウォレット、ウォレットってのはお財布ですね。要するに、この走り方だとそうじゃない走り方に比べて、あなたはどれぐらい、お得ですよとかね、無駄遣いしてますよとか、いうのを、示してくれるわけですね。はい、これ回生ブレーキの作動音ですね。で当然のようにアイドルストップですから今静かです。で今はバッテリーがかなり溜まってますので、試しにじゃあ EV 走行モードのボタンを押してみましょう。ここに EV モードっていう風にランプがつきました。これで時速約50キロ程度まで、これ完全の今電気自動車として走ってます。でちょっとアクセルを踏み込むと EV 走行モードが自動的に解除されてエンジンがかかります。かかったって言っても今これは普通に走ってますけれども、これアクセルペダルはまだ3分の1ぐらいしか踏んでません。しかも、ガソリンをの噴射量を減らして、でモーターに行く電圧も少し絞る、これエコモードで走ってるんですね。エコモードでもグッと踏むとこのぐらいって言っても分かりますかね。うっかりするとすぐスピード違反になってしまうぐらいのダッシュ力があります。今エコモードを解除してどちらかというと、パワー寄りのアクセルの踏み方をしてます。さすがこのエンジンとモーターの共同作業の力は大したもんで、背中を蹴っ飛ばされるというそういう強烈さじゃないんですが、気がつくとスーッと目の前の空間に吸い込まれているという感じですね。私に言わせればこれ、運転の仕方によっては 3000cc に近い感じ、にも思えることがよくあります。つまり、小型車なんですが、ただの弱虫ではなくて立派に、高速道路で、おまわりさんの注意を引くぐらいのことはやってのけられる車だと思います。今走っている高速道路ですけれども、ちょっと工事の影響かどうか路面がかなり波打ってます。だけど乗っている私たちはそんなに波打ってるところで上下に揺さぶられてる感じがしません。こういう乗り心地だったら、これはノンストップでガソリンがなくなるまで走り続けてもそんなに疲れないんではないかと思います。例えば東京青森は700キロですけれども、それぐらいなら楽に止まらずに行けるでしょう。むしろトイレを我慢する方が大変かもしれません。航続距離といえば、このアクアは軽量化のためもあって、あるいはリアシートの下に、バッテリーと燃料タンク両方とも、押し込むスペース上の都合もあって、燃料タンクたった36リッター入りなんですね。それでもリッター30キロ走ったとしても当然1000キロ近くはいけるわけで、それはこう長い足を持っていることになると思います。それはとても大切なことで、これからエネルギー事情がもっと悪くなる世の中というのも当然考えられるわけですけれども、その場合これはかつて1973年秋からの第一次オイルショック、石油危機の時にも
私たち経験しましたけれども、週末全国一斉ガソリンスタンド休業というようなこともあったわけですが、それに近いことがこれからも起きる可能性はある。そうなると、次の給油までに長い距離を走れるということがとっても大きな武器になるわけですね。アクアはかなり先を考えた商品企画であることは確かだと思います。アクアの開発担当の皆さんも、10年先を考えた、10年先を先取りした車だと、言ってますけれども、確かにファミリーカーとして買うとそんなに2年や3年ですぐ次の車に安易に買い替えることはできませんから、10年経っても、時代との歩みにズレを生じない車というのはとても大切なことだと思います。でそしてこれからの10年というのは今までの10年よりももっと変化が激しいでしょうから、それを先取りしたということはかなりその時代の先端を今走っている、次の時代への一手を打ったというふうに言えると思います。その上でさらに夢を見させてもらえれば、すでにプリウスには発売されましたけれども、アクアハイブリッドのプラグインがあったらもっといいなとか、いろいろ想像の翼を羽ばたかせることは可能だと思いますね。新型トヨタアクアのあれこれをざっと駆け足でご覧いただきましたけれども、どう思われたでしょうか。皆さんひょっとしたら気がついてるかもしれませんけれども、今回私相当話しづらそうだったと見えませんでしたか。その通りなんですね。というのもこのアクア、嫌なところ気持ちに引っかかるところがほとんどない、普通に紹介してるとただただ褒めるだけになってしまう。なんかほら中学校高校の頃そういう同級生いませんでしたか。勉強も満点でスポーツも万能で、鼻が高くて足が長くて家庭が裕福でで顔がハンサムという、ね、羨ましいけどちょっと腹立たしくもありますよね。そんな点がちょっぴりこのアクアにも見える気がします。そういうわけで、誰にでも勧めても友達をなくさないですね。車、そういう車使わせるとトヨタさすがですね。そういう意味では、これからの時代、ファミリーカーとしてもあるいはパーソナルカーとしても悪く言っても無難、よく言えば積極的に進めたい車、それがトヨタアクアです。